イカズチ型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の艦級。警備隊発の国産警備船の一艦として、昭和28年度計画で建造された。建造単価は16億円であった。艦名は、旧海軍の雷型駆逐艦、雷、電、吹雪型駆逐艦、雷、電に続き、日本の艦艇としては三代目である。1951年、 連合国軍最高司令官、マシューリジウェイ大将は、連合国軍占領下の日本に対して、パトロールフリゲート及び上陸支援艇を対応する、ことを提案した。これを受けて1952年4月26日、海上保安庁内において、これら軍艦の受け皿となるとともに、将来の海軍の母体となるべく、海上警備隊が創設された。 そして同年8月1日の保安庁の発足とともに、海上警備隊は、海上保安庁の航の警戒部を吸収して、警備隊に改組され、陸上部隊である警察予備隊とともに、保安庁の励下に入り、本格的な再編成への体制が整えられることになった。海上警備隊創設の呼び水となったフリゲート等の対応は、政治上の問題から遅延していたことから、 まず整備を完了した船艇を保管引受けとして着用し、機関要員の教育訓練が急ピッチで進められることとなった。警備隊の発足時に保有していた船舶は保管引受け中の PF4 隻と LSSL2 隻及び海保から所管外された総海戦闘76隻であった。太陽軍艦の引き渡しは1五十三年一月十四日より開始され、PF は クス型警備船、LSSL は、百合型警備船として収益した。警備隊発足年度である昭和27年度予算では、これらの警備船の運用基盤を整備するための支援船の建造が優先され、戦闘艦艇の建造は行われなかった。続く昭和28年度予算でも、当初は小型総海線2隻が要求されたのみであったが、 1952年12月末、大倉省より防衛分担金の枠内で130億円を感染建造費に振り向ける胸の内示があったことから第二幕僚幹部では急遽戦闘艦艇の国産新造計画を立案した。本計画では、高型警備船2隻と大型警備船3隻の他合計16隻の建造が決定された。 この内四つ型警備船としては、蒸気タービン式のアケボノとディーゼル式のイカズチ型が共作されることになった。同年度の他の艦と同様、基本設計は財団法人船舶設計協会に委託して行われた。計画番号は E-102。計画にあたっては、アメリカ海軍のバックレイ級護衛駆逐艦や、大日本帝国海軍の松型駆逐艦や、 ウグル型解剖缶、大鳥型水雷艇も参考とされた。同年度の他の艦と同様に平ら缶般線形を採用したが、風圧側面積削減のため、缶般質は連続せずに環境背後で中断し、煙突も一本とされた。艦型は、あけぼのよりも多少小さいが、ディーゼル主機の採用によって、機関区画の縮小及び機関会員の減少が生じており、 乗員一人あたりのスペースは1.8平方メートルと、あけのよりは余裕ができ、28DD と同水準を確保できた。ただし、元々の運用構想では、本型を含むでは、DD 座上の対司令の指揮を受けることになっており、司令部設備は備えていなかったが、建造の最終段階で、稲妻に最小限の対司令部設備が追加されることになり、 居住性は若干悪化した。なお、アけぼのでは蒸気タービン式の採用に伴う機関部重量増大を補うため、上部構造物には後半にアルミニウム合金が採用されていたが、本型では蒸気タービンよりも振動が大きいディーゼル式を採用したことから、アルミニウム合金の使用範囲を削減したほか、主戦隊への難航の使用割合といた圧の増加。 等の対策が講じられた。蒸気の経緯より、本型ではディーゼル手機が採用されており、2ストローク直列吸気と排気ターボ下吸気付き、トランクピストン型中速ディーゼルエンジンを搭載した。1番艦には三菱重工業製、2番艦には三井造船製のものをそれぞれ搭載しており、出力は各6000馬力で26ノットを発揮した。これらは当時海外でも、 例を見ない高出力、中速機であり、当初は初期不良に苦しめられたものの、これらを克服した後は予想以上の高成績を示した。燃料搭載量は、明け物の,の約8割ではあったものの、ディーゼル機関ならではの燃料消費効率の良さによって、16、ノット巡航時の航続距離は35%増加した。また、重量、容積。 省力製などでも、明けぼのの蒸気タービン手機に勝り、以後のではディーゼル推進艦として建造されることとなった。28年度計画での並走は概ね共通であり、基本的には蒸気のクス型警備船をもとに一部を更新した構成となっている。レーダーは出ながらも、対空捜索用と対水上捜索用の2機を搭載するという DD に、 順次た体制をとっており、対空捜索用としては 28DD で搭載した、アン、SPS-6 を元に小型化して開発したオプス、OPS-2、また、対水上捜索用としては 28DD と同じ、OPS-3 を搭載した。ただしオプス、OPS-2 は、手に搭載できるようにアンテナを小型化したことから、目標の探知性能は大幅に低下せざるを得なかった。 またソナーは 28DD と同構成で捜索用としてクバをまた攻撃用としてクダを搭載した。艦砲としては PF で搭載されていた50口径七7.6センチメートル炭装砲をライセンス生産した54式が搭載され、マーク51モッ二にイバ板による指揮を受けた。 対空兵器としては56口径 40mm 連装機銃マーク1が搭載された。対戦兵器も PF で搭載されたアメリカ製兵器のデッドコピーが搭載されており、ヘッジホックマーク10対戦迫撃砲を元にした姿勢54式対戦弾投射機、爆雷投射機マーク6を元にした54式爆雷投射機、および54式爆雷投下機12型が、 搭載された。28年度計画では、対戦艦としての性能の追求よりも、まず米海軍の出に相当する、警備船を国内で建造することに意義を求めた部分があり、上記の通り、装備にはすでに陳腐化している部分も少なくなかった。このことから、1958年末より、性能の不備を是正するための特別改造工事が行われた。これにより、 艦砲は50口径 7.6cm 単装速射砲に、また放射撃式装置もレーダー装備のマーク63に更新され、代償として 40mm 連装機銃のうち1機を撤去した。ただし、曙け物と違い、爆雷兵装の削減は行われなかった。またソナーについても、クバは改良型の SQS-11A に、 またクダも SQR-4 に更新された。二番艦、稲妻は1956年3月5日に、竣工し、第二次世界大戦後の国産護衛艦では、最初の収益となった。同年8月1日、巡藤警艦、明物と共に自衛艦隊第一護衛隊軍の、霊下に第七護衛隊を、新編し、1961年の護衛艦隊の、 新設に伴ってその霊下に編入された。その後、新世代護衛艦の造成に伴い、1964年には護衛隊ごと第三護衛隊軍へ、そして1969年にはクレチ隊に配属外へとなった。なおこの際、明けぼは護衛隊から切り離されて横須賀地方隊に転属となっている。両艦とも老朽化に伴い、 1976年から1977年にかけて支援戦績の保管戦に種別変更され、1983年に揃って除籍された。なお1960年6月4日、津軽海峡で対戦訓練中の稲妻に明けぼのが衝突、環境を破損し、稲妻の上院2名が死亡、2名が負傷する事故を起こしている。 会事の事故調査委員会によれば、原因は、明け物の,の相関ミスであった。さらに翌5日、函館で入居修理中の稲妻でガソリンが爆発、乗員3名が死亡、乗員4名とドック従業員2名が負傷した。ありがとうございます。